青さ
番目の橋は池田へそ港橋です。四国のへそである池田町のランドマークとなっています。真ん中の池田大橋は赤い鉄橋が特徴的です。高松市と高知市を結ぶ一般国道32号と愛媛県西条市と徳島市を結ぶ192号が重複している区間のため、上下線が交差しないように、対岸でトランペット型の立体交差となっています。続いて停車いたします水間は、昭和6年に徳島線の終点の駅として開業しました。かつて貨物列車で材木の積み出しを行い、にぎわいました。今も駅前には製材所があり、工事が広がります。駅時代列車持ち合わせのため、3分ほど停車いたします。ドアは開きませんので、ご了承ください。
南北に流れてきた吉野川は、右側遠くに見える垂水山脈に景色を遮られ、東へと流れを変えます。出てまいります。宮口
地農法が続けられており、2018年3月9日に世界農業遺産に認定されました。ありがとうございます。日本では11地域目となり、中四国では初めての認定となりました。
列車が次第にスピードを落とし始めました。お待たせしました。まもなく小仏郷の絶景ポイントです。ここから進行方向左側に小仏郷からご覧いただけます。列車からしかご覧いただけない小仏郷の眺めです。奥の方をご覧ください。激しい水の流れが長い年月をかけて川岸の岩や山肌を削っていくことでできた V 字型の地形です。
側橋梁に差し掛かります。進行方向右側が大ボケ橋、左側が小ボケ橋です。この辺りはラフティングの聖地で、春から秋にかけてはオレンジや青色のゴムボートがこの橋の下を下っていきます。2017年10月にはラフティング世界大会が行われました。大ボケ、小ボケは年間を通して安定した豊富な水量と落差2メートルを超える手の激しさから、世界に数あるラフティングスポットの中でもトップレベルの激流だそうです。またエメラルドグリーンに輝く川面や川底まで透き通る透明度も多くのラフティング愛好家を魅了する理由の一つです。
右側のホテルのベランダからも手や旗を振ってお出迎えしてくださっております。進行方向右側にご注目ください。丸い屋根の建物が見えてまいります。この辺りの妖怪たちを一堂に集めた妖怪屋敷道の駅大ボケです。本日は一つ目の妖怪と道の駅大ボケをご利用の皆様が手を振ってお出迎えしてくださっております。皆様ぜひ大きく手を振り返していただけますと幸いです。Thank you.